エジプトトゲオアガマは、アガマかトゲオアガマ族に分類されるトカゲ。種小名アゲプテアは、エジプトの意で、和名や英名と同義。しかし本種は、エジプト固有種ではない。イスラエル、エジプト北東部、サウジアラビア北西部、ヨルダン、リビアイラク、イラン、オマーン、シリア、サウジアラビア最大全長75センチメートルと、トゲオアガマ最大種。体色は、褐色。 幼体には黄色い斑点が入るが成長に伴い消失する。体側面にやや大型の鱗が並ぶ。全身の鱗が小型。アシュショ,ウミョウミクロレピスは小さい鱗の縫い。体側面にやや大型の鱗は並ばない。砂漠や荒野等の環境に生息する。地表性、中高性、長い横穴を掘り、暑さや寒さから身を守る。植生は、 植物食で植物の葉、花、果実、種子等を食べる。幼体は昆虫類を食べるが、成長に伴いほぼ完全な植物食になる。繁殖形態は卵生。生息地では食用とされている。食用やペット用の卵殻により、生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に元亜種が流通し、亜種。 コールコトゲオアガマは日本では2008年に初めて輸入されたと思われる。以前は流通量が多く、主に野生個体が流通していた。現在は主に繁殖個体が流通する。以前流通していた野生個体は体内寄生虫により衰弱し、命を落とすことが多かった。トゲオアガマは刑事内に局所的な熱源を設けるため、 ケージ全体が高温にならないように大型のケージが必要になるが、成長は早くないものの属内でも大型化するため、本種は飼育にあたり特に大型のケージが必要になる。ありがとうございます。